その時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。お前は荒川真澄の息子だ。ああ、40年前の大晦日、茜があいつが赤ん坊を産んでる場所は桃源郷なんだ。まさかがそぶで、そんなわけねえのよ。もしかして大家さんはずっと俺を自分の息子だと。おやさん、くそ、どうして。な、何、なんだよ急に。みんなお前のことを心配して。話をつける。え、誰と。青木亮と話をつける。話つけるってどうやって。だいたい奴が今どこにいるかも。なら久米に聞く。あいつはどこだ。若の居所を聞き出す。ああ、久米だったらまたどっかで街頭演説かもな。とりあえずブリーチジャパンの事務所じゃねえか。事務所、白陵ビルか。今から行くぜ。え、おお、わかった。俺らも行くからよ。ちょうど呼び行こうと思ってたとこ。近江連合の皆さんです。名乗るつもりはないようですがね。連中、こっちを見てるだけだ。そうなんだけどさ、ただどんどん数が増えていくんだよね。何はともあれ、俺らが気に入らねえってとこか。そいつ、お互い様だな。おい、出かけるんだ。邪魔しねえでくれよ。はっ、そこにいたいんなら勝手にしろ。俺らは行かせてもらうぜ。いいね。もう細けえ理屈はいらねえようだな。なら遠慮しねえでかかってこいや。邪魔や言うちゃうや。手加減しねえぜ。俺の番だな。なんや。俺俺ぶっ飛ばしてやる。見せてみよ。俺の番ね。どうしたやめんなよ。やってみろ。よし、生きてみろ。どうせやめが。ほら、どうしたんや。焼けてまう。じゃあ来な。ほら、ご料理。おい、来た。俺の番か。逃げるなら今のうちだ。俺の番ね。
強くなっ。おい。ああ、いらっしゃいませ。ありがとうございました。仕事すっか。始末に上げてるよ。ほら、かかってこいよ。おい、来た。怖いの。ほら、来いよ。やめよう。よし、やんぞ。やめるな。ザコがどうするかね。ぶっ飛ばしてやる。行くぜ。任務完了。今のうちだぞ。来やがれ。とっておいで。やってやるぞ。ほら来いよ。おい、来た。やってみろ。
なめんなよ。ありがとうね。それでは。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
ありがとうございました。いらっしゃい。ありがとうね。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。
絶対負けない。とっておきだ。よし、逃げるなら今のうちだ。見てなさい。俺の番か。投げるでくれる。してみろ。かかってくれ。なめんなよ。とっておき。エンブレイズは俺の番だな。見せてやるよ。こいつをつけよ。そりゃ私の番よ。してみろ。とっておき。逃げるなら今のうちだぞ。どうするかね。絶対負けない。やってやろう。倒してやる。熱い。もう許さないぞ。くらえ。ほらこういうよ。危ない。おい、来た。一つ上の男。いけるじゃねえか。やっと。二度と笑えなくしてやるぜ。ボコにしてやる。俺の番ね。なめんなよ。やってこいよ。やってやるぞ。いざ。ロケットフィクセル。舐めないでくれる。とっておきだ。おい、よし、ほら来いよ。やんのか。やっ、あっち、ほら、俺の番。してみろ。逃げるなら今のうちだぞ。来い、行くぜ。だら、出かけるなった。おい、来た。ん？見てろよ。エンブレイズは舐めんなよ。俺の番だな。見せてやるよ。私の番よ。見てなさい。してみろ。もうやんのか。どうするだね。やってやろう。舐めないでくれる。俺をバカにしてとか。あっち。舐めんなよ。舐めんな。なんて。俺をバカにしてとか。よし、行くぞ。生きて返さねえ。おきな。こいつを食らえ。してみろ。逃げるなら今のうちだぞ。俺の番か。逃げぜ。出かけになった。よし、
強くなっちまったか。成長を感じます。さらに強く。
ほら来いよ。本気出せよ。やんのか。見てなさい。ふざけないでください。あっつ。ちょっとしんどいな。なめんな。見せてやるよ。やってやるぞ。ぶっ飛ばしてやる。知ってるぞ。なめんなよ。なめんな。あっち。なんとかしねえとな。なめないでくれる。あっ、仕留める。やってみろ。しんどいね。成長できるとはな。ぶっ殺してやるよ。手加減しねえぜ。よし。ほら来いよ。してみろ。おい、じゃあ。おい、来た。絶対負けない。ぶち殺せ。俺の番だな。とっておきだ。やめんな。やめんな。行くぞ。やめんなよ。俺の番か。やめないでくれ。逃げるなら今のうちだ。行くぜ。でかげんなった。あっつ。これでぶっ飛ばしてやる。おお。じゃあこれ。なんとかしないと。落ちねえと。見せてやるよ。何を危ない。やってみろ。ほら、しんどいな。やってやろう。逃げるな。してみろ。した。しんどいね。ザコが。見てなさい。やってやろう。なめんなよ。調子悪い。ほら、ほら。あっちで。行くぞ。逃げるなら今のうちだと。しんどいな。邪魔すぜ。大丈夫ですか。ほら来いよ。じゃあ勝って。逃げるなよ。俺の番ね。絶対負けない。もっとね。俺の番だな。やめんな。
くれる？とっておきだ！やってやるぞ。俺の番か。よし。
ザコン。逃げるなら今のうちだ。してみろ。かかってこいよ。やってね。俺の番ね。ほら来いよ。やってみろ。俺の番だな。こいつで。どうするかね。私の番ね。おい、来た。いい振り抜きやがれ。どうするかね。
やってやるぞ。
やるか。やめないでくれ。俺の番か。ほら来いよ。おっと。Yeah.
あるか。見てなさい。逃げるなら今のうちだぞ。俺の番だな。やんのか。なめんなよ。やめろ。ああ、しんどい。
ぞ。やってみろ。逃げるなら今のうちだ。調子悪い。これで元通りだ。なんとかしないと。どっちだ。元気満載。
強くなっちまった。俺の番だな。ぶっ飛ばして邪魔すぜ。
さらに強くななっちゃった。
むな、ちょっとカードを。俺の番ね。ふざけないでくれ。
ぶっ殺してやるよ。投射しねえぞ。よし、ほら来いよ。来てみろ。ザクやんおい、来た。なめないで。ほら来いよ。俺の番だな。絶対負けない。なめんなよ。熱っ、やってみよう。逃げるなら今のうちだ。ほら来いよ。よし、いざ。離すぜ。どうするかね。ほら来い。これで元通りだ。いらっしゃい。ありがとうね。しどちらまで行かれます。それでは。
まで行かれます。それでは。どちらまで行かれ。それでは。どうも春日さん。町の平和を。どうも春日さん。町の平和。
いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。組めに用があってきたんだ。あいつはどこだ。うん、知るか、くたばれやボケ。組めはどこだって聞いてんだ。早く答えろや。くれ。ちょっと一番やりすぎよ。ハケ、組めはどこだ。だんまりか。根性見せてるつもりだろうがよ。俺も腹くくってここに来てんだ。あと100発でも200発でもてめえを殴れる自信があら、根性見せるつもりなら試してみるか。質問に答えろ。クメはどこだ。そうかよ。じゃあ渾身の100連発受けてもらうぜ。偉人町にはもうおらん。カムロ町に行きよった。何、カムロ町に行っただと。踊れ、
この間選挙官に押し込んできやったら、せやさかい久米は都知事に青木亮に泣きつきに行ったんや。もっと警備を増やしてもらわんと選挙ができへん言うでな。困ったものですね。国政に出ようという方がそんな臆病なことでは。なら久米じゃなくてもいい。青木亮に合わせろ。そんなんわしに言われても。おやっさんを殺して、星野会長を殺して。答えたやん。知っとること答えたやんか。町を荒らすだけ荒らして、残ってんのはてめえらみてえな役立つの雑魚だけか。ふざけんじゃねえぞこら。もうよせ。一番、うるせえ。俺な、若と荒川正人と話しなきゃならねえんだ。あの人は何も分かっちゃいねえんだよ。やめろ。誰だ。あんた、なんだよ、非慎重に。通りすがりだ。なわけねえだろ。誰なんだよ、あんた。大阪じゃ味方してくれたよな。おやっさんとはどういう。身の上話をする気はねえ。は？俺は日の当たるとこじゃ生きられねえ人間だ。だが、だからこそ手に入る情報を持っている。何の話で。青木亮の次の一手はまたこの偉人町で刺される。何、次の一手って何だ。お前にその中身を伝えるつもりだった、ついさっきまではな。何だと。知ってんならさっさと教えろ。今のお前を見てると素直にそういう気にはなれねえな。何だと。気に入らねえな。そんな目であんたに見下される覚えはねえ。もう抵抗できねえって相手を人に止められるまで殴る男は見下されても仕方ねえんじゃねえか。情報ってなんだよ。若の次の手ってのは何なんだよ。そんなに頭に血のぼってるようじゃ理解できねえ話だ。時間はまだある。夜になったらコミジュルに来い。俺はそこで待ってる。コミジュル。今コミジュルでは孫妃がシステムの復旧の指揮を取っています。復旧の目処は立っていないとは聞いていますが。なるほど、そっくりだな。ん？何か。いつだったかお前とよく似た男に会ったことがある。だが俺の目の前でそいつは死んだ。ほう、夢でも見られたのでは。聞いた話じゃその死んだ男は組織の中で影武者も使ってたらしい。つまりそれがお前だな。ご自身の記憶は夢ではないと。はっきり言え。影とは主のために身も心も同化させ、それを一生貫く覚悟を持って生きること。そしていつか私の影がまた生まれ、同じ覚悟で生きる。つまり暗純義とは永遠の命を持った存在なのです。なるほど。はあ、お前ら司令か。いい、
私の知り合いを知っていたようなので。はあ、やっぱ世間ってのは狭いもんだな。まったくだな。で、よう、コミジュルに来いってなんでだ。そこで何があるってんだ。来るも来ないもお前ら次第だ。続きが聞きたきゃおとなしく夜を待つんだな。では青龍会の組長殺害にあなたの関与はないと。ええ、もちろん。言い切りますね。では仮にも世間で多少の疑いが出たとしたら。ゴシップ的な扱いで終わりますよ。それはつまりあなたが関与している証拠は一切出ないし、警察で確保された沢城が星野殺しはあなたからの指示だなどと漏らすこともないと。そういうことですね。そう捉えて構いませんね。へえ、そう取り乱さないでください。警視総監ともあろう人が。そちらにご迷惑はかけません。お約束しますよ。それは神経質にもなりますよ。以前から聞いていた話と今ではだいぶ状況が変わってきてますからね。先日蒼天堀での近江連合解散はまさに想定外でした。あの状況を見るに、あなたはそもそも初めから荒川真澄の手綱を握れていなかったということ。彼ならもう舞台を降りました。その後釜に座るのが沢城城と思っていました。そこにも計算違いがあったのでは。あなた方はこちらのことにあまり立ち入らない方がいろいろ気になることもあるでしょうが、でもごは全て私が見ていますから。大阪の近江連合本家が解散を謳った今、神室町にいる残りの近江は所詮烏合の衆でしょう。荒川も沢城も消えた今、誰がそれをまとめるんです。さあね、とにかく私にお任せください。でも今我々と警視庁とは適切な距離を保つべきです。特に今はデリケートな時期です。それくらいお分かりでしょう。ですから今後私の了解もなく突然押しかけてくるなんてことのないようにお願いしますよ、堀之内さん。そういうあなたこそ事前に何の相談もなく国の政治にまで手を広げた。いきなり民事党の幹事長とはね。ほう、事前に相談してほしかったんですか。相談してもしなくても何も変わりはしません。私を止める力など誰にもない。それでも助言ぐらいはできたはずです。あまり身の丈に合わぬことは慎まれた方が賢明ですとね。でも言ったところで無駄でしたか。あの野郎、都知事への敬意が足りてないとちゃいますか。面倒になる前にけじめ取りましょうか。勝手に消すなよ。俺の楽しみを奪うな。楽しみでっか。あいつはこれから先ずっと俺に顎で使われて生きていくことになる。それを見て味わうのが俺は楽しみで仕方ないんだ。なるほど、わかりました。ところで偉人町から久米が泣きついてきてますわ。選挙中の警備を増やして言うて。はあ、それはこっちの仕事だ。なんとかする。そっちに頼んだ仕事はどうなっている。偉人町の方は手配済みですわ。この先は知事といえどもことが済むまでわしとはもう連絡が取れんようになります。そこはご承知おきを。
石尾だ。はい。東京近江連合の会長にはお前が適任だと思っている。他の幹部衆の前で俺にそう宣言させてくれ。ありがとうございます。後悔はさせまへんで。そうですか。
ドラゴン気合入ってんな。ドラゴンっていうよりもこれは竜だ。え、ドラゴンと竜って違うものなのか。春日君の好きなゲームにも四足歩行のがいたりするでしょ。あれが西洋由来のドラゴンだね。で、こういう蛇みたいなのが東洋の竜。へえ、そうなのか。さすが、違いのわかる男。じゃあ、ホットケーキとパンケーキって何が違うんだ。え、俺はドラゴン専門だからケーキは管轄外なんだ。その言い方ちょっとかっこいいな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。腰が張るぜ。骨が折れそうだな。邪魔すんじゃねえよ。言ってんのか。私の番ね。じゃあ来いよ。はい、なめろよ。俺の番ね。やめるなるか。ザコが来やがれ。なめんなよ。やってみろ。かかってこいよ。来やがれ。なめんなよ。見せてやるよ。どうするかね。やってやるぞ。なめんなよ。来やがれ。逃げるなら今のうちだぜ。せーの、うん、せーおれ、うわあっあっちな。これでよし。やってやろう。こいつをかえ。あっち行くぞ。絶対負けない。やってやろう。あっち、私の番ね。やるか。とっておき。やめんな。逃げるなら今。あっちな。どうしようか。俺の番ね。よし、やるぜ。とっておきだ。こいつを食らいな。やんねえ。無理だ。なめんなよ。行くぜ。逃げるなら今のうちだぞ。これ元通りだ。これでやめるな。やってやるぞ。
できた。俺の番だな。やってみろ。見せてやるよ。任務完了。いらっしゃいませ。ありがとうございました。小腹が空いてきたぜ。まだ行けるぜ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いかがです。
ちぎってやるぜ。
Oh.